テルズキは、海上自衛隊の護衛艦。秋月型護衛艦の2番艦。官名、テルズキは、デリカく月に由来し、旧日本海軍の秋月型駆逐艦2番艦。正月や、海上自衛隊の護衛艦対処大機関を務めた護衛艦、テルズキなど伝統ある名称であり知名度が高い、ことから選定された。漢字表記の正月を含めて、 この名を受け継ぐ日本の官邸としては三代目にあたる。右舷側から見た、テルズキ左舷側から見た、テルズキ、テルズキは、中期防衛力整備計画に基づき、平成20年度計画5000トン型護衛艦2245号艦として、三菱重工業長崎造船所で2010年6月2日に寄港され、2011年9月15日に命名、浸水。 2012年7月28日に海上校を司会し、2013年3月7日に収益し、第2護衛隊軍第6護衛隊に編入され、横須賀に配備された。2014年9月20日から12月14日までの間、米国サンディエゴ周辺海域で実施される多国間共同訓練ティジックスコ s ア赤イーストに参加した。2017年3月11日、 第27次派遣海賊対象、行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、横須賀基地から出港した。その進出途上の3月21日から26日に、かけてマレーシア海軍主催国際艦艦式及び、マレーシア海軍主催多国間会場を演習に参加し、任務終了後の帰国途上の9月11日には、インド洋で、インド海軍と、 同月18日には大会軍と共同訓練を行い、10月1日に帰国した。2019年9月17日から9月29日、および10月15日から10月23日までの間、関東南方から沖縄周辺を経て九州西方へ至る海区域において日豪共同訓練を実施する。からは本のほか護衛春雨、 朝日、あたごと補給艦、マシュー及び P-1 小海機または P-3C 小海機と潜水艦が、オーストラリア海軍からは艦艇及び潜水艦が参加し、各種戦術訓練を実施。2020年3月14日から4月28日までの間、令和元年度概要練習公開に参加する。当初はマレーシア及びブルネイに寄港する予定であったが、 新型コロナウイルス感染症の影響を考慮して、気候は取りやめられた。4月2日、アンダマン海において、米海軍沿海域戦闘艦、ガブリエル・ギフォーズと日米共同訓練を実施。同年7月19日から23日の日程で、南シナ海及びフィリピン東方沖からグアム周辺海域に至る海区域において実施された非米豪共同訓練に参加した。 米海軍からは、空母、ロナルド・レーガン、巡洋艦、アンティータム、駆逐艦、マスティンが、豪海軍からは、強襲揚陸艦、キャンベラ、駆逐艦、ホバート、フリーゲート艦、アランタ、スチュアート、補給艦、シリウスが参加し、各種戦術訓練を実施した。ありがとうございます。